ウェブラジオ早急のファフナーザ・ビヨンド喫茶楽園へようこそ。アニメ早急のファフナーザ・ビヨンド真壁和樹役の石井誠です。この番組は喫茶楽園の調理師である僕がリスナーの皆様に憩いの時間を提供していく番組となっています。さて皆さん、今日は11月の12日木曜日、とうとう明日11月の13日金曜日、公開ですよ、ビヨンド7、8、9話でございますね。13日の金曜日でございます。すげえな、13日の金曜日なんだ。なんていうか、そんな日にファフナーが、公開開始となるわけですね。皆さん気づいてました？なんかすごい日にちに、すごい曜日に、開始となるわけですね。まあ、前回のね6話までの内容を皆さんもちょっとおさらいをしていただいているかとは思いますけれども、その先をどうぞ楽しみにしていてください。僕たちもね、やっと来たかという気持ちでおります。今年9ヶ月が経ち、10ヶ月目ということになるのかな、11ヶ月目か。すごいね、1年がもう終わるんだね。そろそろね、ファフナーと共にですね、1年を終えていただけたらと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。さてこの後僕の、仲間というか、毎回ですね、こうだべっている、人が、いらっしゃいますので、そちらも楽しみにしていてください。それでは皆様、最後までごゆっくりおくつろぎくださいませ。ウェブラジオ早急のファフナーザ・ビヨンド、それでは登場していただきましょう。あなたはどなたですか？皆さんこんにちは。アニメ早急のファフナーザビヨンド、みなしろ総司役のキヤス光平です。途中で破綻しましたね。何ですか、いつもよりもさらにテンションマシマシな感じの誰だろうって一瞬もはや誰でもなくなっちゃったね。そうですね、みなしろ総司役のキヤス光平です。はい、まあね、どこまでもいけるからね、どこまでもいける、このキャラクターだとね。そう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 、いい感じ、うん、だから今までの総司だとどうしたってあれだから、うん、ね、崩せなかった部分がなんかいけちゃいますよね、今の総司ってね。そう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 、どこまででもいけます。振り幅が広い感じがしますね。はい、いや面白いな。ということでどうですか、もう明日から公開がされるということですよ。やっとですね、うん、来ましたよ、ようやく来ました。まあここまで長かったような、やっぱ長かったね、長かったな。そうだね、6話のね終わり方が終わり方なだけに、そうですね、あそこからだいぶ放置されてるわけですか。そうすぐにでも続きが見たかったであろう皆様のことを思いますとね、それはまあこちらも本当じくじたる思いがありましたが、まあ何しろ無事に劇場に戻ってくることができましたし、なんだったらね舞台挨拶もできるというお話なので、そうですよ、なんて言うんだろう、まあ少しずつ少しずつ、まさにこう辰宮島のあの人たちが自分たちの島を取り戻すべく、こう、なんで未来を切り開いていくようにですね、我々も日々この活動をね、そうだそうだ、取り戻すために何かを切り開いていく、その、最初の皮切りになるのではないかと、なるね、信じております。そうですね、ファフナーがね、続く限り、はい、きっと何か絶対にいいことがあるんだってみんな信じてね、はい、ね、見守るわけですからね、また、はい、皆さんでね強く、つながってクロッシングできればいいなと、はい、思っております、ね、そう願ってます。そうですね、はい、はい、それではですね、今日も、はい、皆様からお寄せいただいたものなどをですね、はい、読んでいきたいと思います。はい、まずはこちらの企画でございます。楽園相談室、喫茶楽園に集う僕らが皆様の相談に対して親身にかつ真摯に適度に適当な感じで答えていくコーナーです。番組宛にメールが届いておりますのでご紹介しましょう。ということでね、今回は、はい、また相談に
お答えしましょうということでね、どれだけね僕たちがお答えできるかというところですが、じゃあ僕から行かせていただきますね、はい、耳から同化結晶さんからですね。怖いな、石井さん木安さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。私は虫が嫌いすぎて、道端にいるだけで飛び上がってしまったり、家でカサッと物音がするだけで心がバラバラになります、うん、虫も命がある、これも祝福と思う反面、全てが無に変えればいいのにとも思ってしまい、存在と無の地平線、エントロピーがうんたらかんたらと複雑な気持ちで心が安らぎません。どうしたら私の心に平穏がやってくるのでしょうか、うん、というもう文面がちょっと病んでますもんね。そうですね。いや虫どうです、木安さん。私は虫は平気ですね。全然大丈夫、はい、まあ、一般的な、人気のある虫とかだったら素手とかでいけますか。ああ全然いけます。ああそうですか、まあ、僕もね、はい、基本的にはいけますね、はい、毛虫とか、はい、家にねよくいる黒い人たち、うん、人じゃないけれども、うん、とか以外だったらば大体触れるかな、うん、まあさすがにこうなんかたくさん出てくると、あそれはちょっと圧倒されますけどね、うん、それはちょっと ビビるな、ね、ちょっとそれまたその虫がどうっていうよりはそのある種のこうね集合物への脅威みたいな ね、そこは人間だって同じですもんね、うんうん、まあ、で僕らはまあ男っていうのもあるからなのかもしれないし、あでもこの相談された方が女性か男性かはわからないか。そうですね、うん、でもね嫌いな人は本当に嫌でしょうからね、うん、どうですこれ何がお嫌いなのかという、うん、その原因を突き止めてみる必要がありますよね。動きだとか、そうですね、形、質感、そういうものが嫌なのか。そうですね、その何に、うん、何の部分を対策すれば問題ないのかっていうことを、うん、それ形なのか、うん、動き、でもそれ結局突き詰めたところで形も動きも変えようないじゃないですか。変えようがないですか ね、えだって変え、だって自分色に染まれって自分色に染まれってそんな魔法使いみたいなことは言いませんけれども、うん、いやなんかあるんじゃないかなと思って、心の持ちようってことでしょ、変えられるってしたらこちらの、うん、でもなんかこう動きを制限したりできないんですか。あそういうこと、でもそうしたら虫がかわいそうじゃないですか。ただだってもうご相談に来るぐらいですから、うん、そのかわいそうとか言ってるレベルではないんじゃないですか。うん、そこはもう戦うしかないんではないでしょうか。まあね、そうだな、結局ね多分部屋の中に出てしまう虫に対する対策でしょ、これって。うん、そうですね、まあ、うん、せめてお家の中に虫の存在がないようにしたい、うん、そうね、まあそれぐらいですよね、もう、うん、虫を全く排除することはできませんからね、うん、その場合はでもだからもう窓とかもう極力隙間がないようにして、もう瞬間的にパッパッって開けしまして、うん、そうだな、ドアももうバッバッ、うん、なんか換気扇とかも換気扇のとこにもうなんかクマキラーみたいなものとかをもう入れて、うん、だって換気扇とかから入ってくるって言うでしょ。あそうそう、あとエアコンのダクトとかね、そういうところから、ええ、うん、あとはなんだろうな、放置してしまった生ものとかから湧くこともあるわけだから、はい、あ、ね、それもうどんどん捨てていく。そうだね、そういう、なるべくもう家には生ものはもう置かないそっかそっか、あなるほどね、匂いをさせないようにすればいいわけでしょ、結局ね、寄ってこない家作り、うん、なあ、でもそこだったらなんかね、確かに努力したら改善できそうな気がしますね。めっちゃなんか虫除けになるハーブみたいなのを育てたら、あでもそうじゃなくてもそういうの売ってますからね、そうそうそう、シュッシュってね、あ山とかに行くときに自分が蚊に刺されないようにとか虫が寄らないようにそういうハーブ的なスプレーするんですよ。そう、あしますよね、うん、そういうのをもう部屋の中にもうみっしり、うん、そうもうみっしり育ててそうだな、うん、あその代わり生き物を飼ってなければですよ、これ。どういうことですか。猫とか犬とかはそういうハーブ系危ないので、うちはだからねそれができないから、いやもうそこはもうだから強制するか分断かっていう話です、うん、うわそうだなそうだなまあだからこの方が何もそういうのね動物とか飼っていなければ虫除け、虫除け、もう徹底的に虫除けをすると、うん、そう、まあそこでねちょっと平穏は保たれるかもしれませんね。そうですね、うん、その労力で例えば1年間虫に出会わずに済むんだったら、うん、まあ安いもんかもしれないですよ。そうね、確かに、
ということですよ、はい、耳から導火結晶さん、ぜひお試しください、はい、じゃあ次私から、はい、東さんからです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。石井さん、木屋さん、こんばんは。こんばんは。早速ですが私の悩みを聞いてください、はい、私はこの夏自粛のため旅行には行かず、うん、近くの海も閉鎖し、うん、花火大会もお祭りもなくなり、夏らしいことが全然できませんでした、うん、このままでは私の夏は終われません、うん、そこで声のスペシャリストであるお二人で和田積島の夏に行ったような気分にさせてくれませんか。一生の夏の思い出にしたいですなんだ、あ、声のスペシャリストであるお二人で和田積島の夏に行ったような気分にさせてくれって。そっかそっか、なるほどな。ザザーン始まった。始まった。ザザーン始まったな。うん、ちょっと出方を見るかな。パパンパンパン、花火が鳴っている。ドンドン。どうだソシ、花火綺麗だろ。今な、空にバーンって言ってるやつは打ち上げ花火って言うんだぞ。で、今お前が手に持ってるのは一般的な家庭でもできる手持ち花火って言うんだぞ。言ってみな、手持ち花火。ショコラがショコラがいるな。あれショコ、お前連れてきた覚えないんだけどな。そう、おお、どうしたどうしたどうした。ショコラどうした。あ、お前あれだろ、ご飯食べたいんだろ。ちょっと待ってろ、今な花火があるんだ。花火やってからな、ちょっとだけ待っててくれな。あ、ほらほらほら、あ、いい子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 、ほらほら、いい子いい子いい子。あ、どうしたどうした、興奮するなショコラ。ちょっと何かいるのかな。ウィーン、ウィーン、お、ウィーン、ウィーン、フェスティブか。ウィーン、ウィーン、何かが起こった。偽装鏡面解除。大変だ。ブーン。ソシ、一旦帰ろう。危ない。ここは危ない。ブーン。なんだ、何が起こっているこれは。あれだよ、今街中が、あのシールドが。あ、なるほど。うん。あ、早く帰らない、バフェラーデンが、バフェラーデンが、早く家に帰らないともう道がなくなっちゃうよ。大変だ、早く帰ろう。ソーシー行くぞ、おぶってやるからな。ほらショコラも行くぞ。ショコラを連れてきた気がしないんだが、なんで来たんだろうな。フェストゥンはどうやら行ったようだ。マカ、誰だ。カズキ。誰だ。ドル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 。誰かの声が聞こえる。アメシヤ。ソシ、あれはな、おじいちゃんだぞ。フラメシヤ。俺たちを怖がらせようとしてるんだ。おじいちゃんだぞ、あれ。フラメシヤ。父さん、カズキ、全然できてないよ父さん、怖くないもん。おい、どうしたソシ、お前何気に怖がってんのか。うわ、蚊がいっぱいだ。父さん、早く、そんなところに立ってるから刺されまくってるじゃないか。何やってんだよ。どうしようかな、怖がってあげればいいのかな。でも怖くない、怖くない。ショコラやめろ、ショコラやめろ、ショコラやめろ、やめろショコラ。父さん、めっちゃ蚊に刺されてありがとう。ザザザザ、カズキくん、花火が上がってたわよ。トミ、お前も花火見に行ってたのか。なんで先に帰っちゃったの。いや、あのな、お前だって気づかなかったか、フェストゥーンが来てて街が形を変えていただろう、あれで。カズキくん、何を言ってるの。どうしたトミ。あなた変な夢を見たのね。いや、え、
夢だったのか。あれ、和樹くん、あれあれ、宗司もいない。あれ、蚊に刺されてた父さんもいない。遠見、遠見じゃないのか。和樹、和樹、誰だ。はいはいじゃないですよ。もうもっと早く終わるかと思ったらどんどん続けていくから。いや、だってもうなんか どこに夏があるんだろうなと思って。いや、夏だからね。そうやってくれたから、うん、ああなるほど、お化けっていうのもね一つありなんだな。そうそうそう。僕が期待してたのは、子供の宗師にこう話しかけてたから、頑張って子供をやってくれると思ったら全然入ってこないから。やらないですよそんな。だってそんな無茶な。だって、うん、あなたの話しかけてる宗師っていうのは、うん、もう全然もう幼子の宗師でしょ。そうそれ私やってないですから。だけど今の宗師ともそういう関係性作れていないから話せないでしょ。いや、だからもうそれはもうあの今のはあれですよ、うん、夏の夜の夢。ああ、かっこいい締め方をするじゃないですか。まさかの和樹さんの、うん、和樹さんのあれです、うん、あの夢だったの、うん、夏の夜の夢。宗師と夏の夜の海を見たなっていう妄想。悲しすぎるわそんなの。めっちゃ悲しいわ。 あったかもなかったかもしれない。あったらいいのになってね。妄想です。皆さんちょっとだけ寂しくなりましたね。東さんどうですか、夏感じていただけましたでしょうか。物悲しさってね、夏にはつきものですからね。あ、まあ ね、 そうですね、終わりゆく夏ってね、そういうことですよね。どうしてもなんかキュンとしますよね。はい、じゃあもう一つちょっと行かせていただきますね。それでは、あ、そうだな、特にお名前がないんですけれども、今年受験です。緊張が止まりません。何か良いリフレッシュ方法を教えてください。緊張が止まらないんだ。緊張止まらないんだ。受験、受験ってことはでも、うん、実際にあの受験をされるのはどういうタイミングなんでしょうね。その、うん、今時の受験って結構早いタイミングで、うん、例えばあの推薦とか AO 入試とか、うん、あの早めに始まる方もいれば、あ、そっか、まあセンター試験まで、あの、ね、続いてずっと2月ぐらいまで勝負が続かれる方もいらっしゃいますもんね、うん、まあでも一般的なものでもし考えたらば、ね、いいんですかね。だとするとかなり早いタイミングで緊張なさってませんか。でもやっぱりそのね、人によってはそこの一つ、うん、あのほらゴールというか、まあ、そこから始まるわけでしょうけれども、うん、今いる立場からすると一回あのここの関門をくぐらなければいけないから、うん、そのくぐる時のやっぱ重圧ってものがあるんでしょうね。めっちゃそこに受かりたいってことですね。じゃあきっとね、うん、気持ちとして大きいからこそ緊張しちゃうっていうことね。なんでめっちゃ受かりたいんでしょうね。あ、やりたいことがあるからかもしれないし、またはやっぱりまずはそこに行っておきたい、そっから考えたい、うん、でもそこを、ね、土台、まずあの土俵に立つために、そこには行っておかなければいけないってなんか自分の中で思ってるのかもしれないし、なんかそこに行って考えたいことがあるんだったら、あの必ずしもそこじゃなくても考えられることかもしれないと思えば、なるほどね、少し気は楽になるんじゃないですか、うん、別でも、はい、答えはそこにしかないとは限らないと思いますからね、うんうん、ただもうどうしてもそこに行かないと得られない何かがあるっていうことだったら、それはもうなんて言うんでしょう、何が何でも行くしかないですし、それはもう逆に言うと、もう1回や2回のその挫折ではあの諦めないぞって思えばいいんじゃないですか、逆に。なるほどね。まあそれはもうあの人様のことですから、あの本当に軽々しくは言えませんけども、1回でダメだと思うものなのか、何度でもチャレンジしたいものなのかによって、なんチャンスは2度3度あると思うこともできると思いますけどね、まあ、何しろ大学受験ってそういうもんだと思いますし、
例えば人によってその、ね、大事なものっていうのは人それぞれだとは思うんですよ、はい、でこの方にしてみれば、まあ、みんなもそうだけど受験っていうのは一つ の、 すごく山場ではあるわけですよ ね、 でだけど例えばですよ、キアスさんとか、ね、自分で本を書いて、で講演をする、でその講演が、成功するしないっていうのはどうしたって、立場上すごく大事な部分になってくるじゃないですか、まあ、僕らも仕事って同じことだとは思うんですけど、そういう時の緊張っていうものを、キアスさんだったらどういう方向で、今みたいなことなのかな、もしかすると、そのやっぱりあれですね、その作品のなんかテーマとか、まあプロデューサー的なことで言えば、例えばじゃあその黒字か赤字かみたいな、ことをいかにこう人に期待しないかっていうことですかね、自分私の場合は、はい、その伝わる人には伝わるし、伝わらない人には伝わらないものを、そういうことか、なんか、なんか伝えなきゃって思っちゃうと、それってなんか なんて言うんでしょう、あまりにもその自分以外の誰かに期待しすぎないような気もするんですよね。あと黒字赤字のことだってみんなが来ればそれはいいんでしょうけど、どうやったって来れないっていう方もいらっしゃるでしょうから、それも含めてなんか自分以外の誰かのことを期待しすぎると、その期待値が上がりすぎるとその分楽さも想像してしまうので、そこでなんか失敗できないとか、もっとこうしなきゃとかって思っちゃうなとは思いますね。最終的には自分が納得しているかどうかっていうところに、そっか、じゃあそこなんだろうな。だからその期待をする、成功不成功っていうところで言うならば、成功って自分の中で思えるのは、自分の中で何か納得できていれば OK っていうところですね。そうですね、そうですね、その受験勉強にしても、漠然と受験勉強するのか、それとも自分はこの大学に行くためにこれだけの例えば対策を、これだけの時間を取ってやったという、その実際の具体的な積み重ねが自信につながるかもしれませんからね、そこをちゃんとご自身で掴んでいらっしゃれば、もしかしたら緊張以上にこれだけやったっていう納得が得られるかもしれませんからね。なるほどな、やっぱりね、考え方って大事ですよ ね、 そうですね、捉え方でねだいぶ変わってくるからね、でやっぱりとはいえ、何かしら何か要素で、別の要素で、外的要素でリフレッシュする方法があるんだったらね、なんていうところもありますよね。例えば、気分転換とかそういうこと？そうそうそう、気分転換。で、僕なんか猫飼ってるので、猫って触ってるとね、もうそれだけでね、ちょっとだけストレスとかが発散できるんですよ。なるほどなるほど。だって毛玉っていうか、まあ大きいですけど、毛だらけの子たちが、触るとぐる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 って喉鳴らすわけですよ。ね、それだけでね、なんかね、こういくらしいですよ、っていうのは本当に科学的にもあるらしいので、動物に触れるとかね、もし飼ってるんだったらば、そういう方法でやってもいいのかなとは思うんですね。確かに忘れる時間も必要ですよね。そうやっぱりそういうもんだと思うので、でもちろん捉え方とかでね、考え方とかで自分にちゃんと打ち勝っていくっていうかね、見直していくといいのは絶対だと思うんですけどね。なので何かしら外的要素っていうんで言うなら、僕はね、猫飼ってるなら猫がいいなって思うんですけどね。何かそういうご自身がもちろん一番今大事なのは受験かもしれませんが、他にも何か、日々の中で大事にされていることやね、好きだと思っていることがあるならば、その時間をしっかり勉強以外にちゃんと取られたら、なんかバランスがいいのかもしれないですね。もしかしたらこの方言ったってお便りくれるから、ファフナーが好きなわけじゃないですか、まあ、それがね、ファフナーがそういうストレスになるなおっと難しいな、作品としては。まあでもね、全然違う世界観、見ないよりは、そう見ないよりは、なんかそのファフナー見るのも我慢して勉強してますって言われても、なんかちょっと、なんかね、いやそこはもうそうだね、たまには見ようよ、ね、ちゃんと自分の中でこう割り切って、ね、区切って見てくれればいいんじゃないかなって思いますね、そういうことで、考えてみてください。はい、ということでお時間がなくなってしまいました、ではここで一曲お届けしましょう。アニメ早急のファフナーザビヨンド新オープニング主題歌、アンジェラで叫べ。
君は行き急ぐ web ラジオ早急のファフナーザ・ビヨンド。では早急のファフナーザ・ビヨンドの最新情報をお伝えします。シリーズ最新作早急のファフナーザ・ビヨンド第7話帰らぬ人となりて、第8話残されしを伝え、第9話第2次 L 計画がついに明日11月13日金曜より全国の劇場にて先行上映開始となります。今回の先着入場者特典はスサノオ&ツクヨミファフナーミニフィギュア、先着でどちらか一つをランダムでプレゼントします。数に限りがございますので、ぜひお早めに劇場に足を運んでゲットしてくださいね。またキャラクターデザイン平井久志さん書き下ろし A4 クリアファイル付きムビチケカードが上映予定劇場にて販売中です。そしてアニメイト限定作戦名手ぬぐい付き前売り券も発売中、いずれも数量限定となっております。販売は本日11月12日木曜日までなので、今日がラストチャンスです、詳しい販売状況などは各劇場やサイトなどをご確認ください。11月14日土曜日には舞台挨拶を開催します。はい、詳細は公式ホームページ、ツイッターなどをチェックしてください。はい、またアンジェラさんによる新オープニングテーマ叫べが11月18日水曜日に発売されます。アニメ版には早急のファフナーザ・ビヨンド名シーンカードを封入、アンジェラさんの YouTube チャンネルにて MV も公開していますので、こちらもぜひご覧ください。そして早急のファフナーザ・ビヨンドブルーレイ &DVD が第2巻まで発売中です。先行上映に向けてこちらもしっかり復習してくださいね。そして現在 BS11 にてテレビアニメ第2期早急のファフナーエグゾダスの再放送が実施中、毎週木曜24時半より2話連続放送中です。今夜は13話と14話が放送になるそうですね。大変な回だ。これを見てさらに劇場に来るの明日って感じでね。すごいね、すごいタフネスなマジか日になりそうですけども、はいですね、まあ、ぜひご覧ください、はい、この機会にシリーズ全体振り返ってみていただけると嬉しいです。はい、詳しい情報は早急のファフナーザ・ビヨンド公式サイトでご確認ください。以上お知らせでした。ウェブラジオ早急のファフナーザ・ビヨンド、お送りしてきましたウェブラジオ早急のファフナーザ・ビヨンド、あっという間にエンディングです。4週連続で、9月21日のものも含め5回ということでやってまいりました。今回が最終回ということですね。でもやっぱ楽しかったですね。あ、そうですか。うん、ラジオ嬉しいです。うん、いや何しろ、今回は真壁一希生誕祭に、かこつけたウェブラジオですから、かこつけたでいいですもん。だからもう何しろ石井さんが、楽しかったかどうかが大事だと思うんです。おお、そうですか。これだってこれ全体がその早急のファフナーの、ファミリーからの、石井さんおよび真壁一希くんへの、プレゼントのようなものですから。おお、すごくとても大切なものをいただいた気がします。ありがたいな。ただこれね、俺ねちょっと思ったんだけど、これ11月12日でしょ、これたなんかあれじゃない、怒られるんじゃない。本当だ、11月11日の人にね。むしろこの日にやるべきは、うんうん、別の生誕祭だったんじゃない。だって本当のあなたの誕生日、あなたっていうか和樹の誕生日は9月21日ですから、もうだいぶ前に終わっているわけですからね。もう
およそ2ヶ月にわたって、はあ、それを理由に、うん、ウェブラジオで、うん、ポンコツぶりをこう、皆さんにねこうお届けしてきたわけ、オンエアしてるわけでしょそうですよ、お前はあ、私はと、そっか、うん、なるんじゃないかなと、トミマヤさんお誕生日おめでとうございますいやー今年もやってまいりましたね、トミマヤさん、いつも本当にお世話になっております、これからもですね、大変なことが待ち受けているかとは思うんですけれども、でも応援していますので、どうぞ怒らないでください。なんかキャスさんなんかないですか、キャスさんなんかそういうところだぞ応援応援しています。トウミがそんな言葉を聞きたいと思っているのかその通りだ、その通りだ、応援していますって言った時点でもうそれってなんかさ、ちょっともう離婚した夫婦のなんかなん、ちょっともうあとは手紙のやり取りでみたいな、弁護士を通じてみたいな話じゃないですか。確かに、いやほらね、僕として石井としてのね、マヤへの言葉であって、和樹くんとしてってわけではないので、そう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 、ね、急にやっぱりほら今和装師でね来たからさ、僕としてもちょっと面白くなっちゃったんだけど面白くなっちゃったらほらまた怒られるよ。そうかそうか、いや、まあ、そうしだったら言いそうな言葉だったな今、うん、よかったなよかったな、何楽しいんだよ普通に、いやでも、ね、視聴者じゃないんだから。そうかね、11月の11日過ぎてしまいましたけれどもそうです ね、でも非常にタイムリーなタイミングで本当にウェブラジオができてよかったんじゃないですか。本当ですよ、ね、結果的に ね石井さん自ら、お祝いの言葉をね、はい、彼女に届けることができた。でもよかったですよ、はい、こうね公に、はい、電波に乗せて届くといいですね。そうですね、はい、まあだからとはいえ明日から、そのねマヤも大活躍の、ああそうですね、ね、そう大事なのはそっちですよね。そうですよ、まあ、我々のね今伝えなきゃいけないことはそう、はい、ね、789と、明日からです、いよいよです、皆さんどうぞ、楽しみにしていてください。はい、はい、ということで今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は石井誠と木安康平でした。バイバーイ。マレスペロの祝福を受けろ。そうすればフェスティムとも共存できるだろう。前方敵多数。なぜだ、なぜ島を追跡できる。敵が宗師の心を読んでる可能性は。どうせ信じないでしょ。ごめんね、止めてあげられなくて。宗師の心を連れ去ろう。お前の居場所は僕が作る。なんだこれ。行くな、お前が導く未来がある。僕を憎め、そして僕の憎しみを思い知れ。僕と戦え。信じることが私の希望です。これが俺の祝福だ。僕にできないなんてことがあるもんか。